毎度世界の達也です。今回は何について話そうかっていうとね、ムーミーの話をしたいと思います。ムーミーっていうのは結構僕の過去の動画でも何回か名前は出てきてると思うんですけど、一回テロップも出してもらったよね。まあ改めてね、ムーミーの話をしようが、ムーミーって何かっていうと、まずこれ人の名前です。ウボンラジャタニ出身のタイ人の女の子の名前です。でね、もう語るも涙の話なんですよ。これは要するに一言で言うと、僕が大好きになって恋愛をして振られたっていう、3回振られたんです実は。ムーミーとのね、まあ、まず慣れ初め喋りましょうか。慣れ初め、出会いはですね、2019年の2月下旬、確かね27か28ですね、もうほんと2月のもう末日に、たまたま僕が女の子をアテンドした、女子がね、ゴーゴーバー行ってみたいっていう日本人女子をナナプラザにアテンドしたんですけれども、で女の子がナナプラザで大変満足しましたって言って帰っていったんですね。で僕一人になったんで、ちょっとたまには一人でナナプラザで飲んでみようかなということで、ちょっとゴーゴーバーにフラッと入った、そのバーで出会ったのがムーミーです。でお店の名前はね、ナナプラザの入り口に向かって一番近い左手にあるロリポップっていうお店ですね。まあその時はね10分ぐらいしか話してないんですよ。で動画撮らせてもらって、10分ぐらいだけ喋って、動画撮ってそれをツイッターに載せてバイバイしたんです。その時はその1週間後にまた今度は日本人の、まあ、ツイッターのフォロワーさん、うちのグループのプルプルとか俺の26のお客さんでもある方と一緒にナナプラザに行く機会があったんです、1週間後に。でその時にまた僕はその子にいるかなと思って覗いたんですよ、ロリポップに。ムーミーがいるかな、そしたらいたっていうことで、でその時にムーミーと仲良くなって、ナナプラザオブセッションとかスパンキーズとか一緒に回りながら、ムーミーとね、でみんなで飲んで、その日初めてムーミーと一緒にこの家に一緒に帰って、マオルーヤン、は？マオルーヤン、两面猫卡、あ、ゴホゴホちゃいめ、マママちゃいめ、两面猫卡、ピー猫了，但侬两面猫。I know Dang. Dang? Really, I know Dang. 普通ゴーゴーバーの女の子ってすぐ帰るじゃないですか。ぶっちゃけた言い方したらもう一発終わったら帰ります。でロングって言ってても大体夜中の2時3時ぐらいになったら、要は本格的に寝る前に帰る子が多いんですよ今。ところがムーミーは帰らない、いつまでたっても。で昼間にまあ目が覚めて、でいろいろうだうだ一緒に YouTube 見たり音楽聴いたりしてたんです。全然俺から帰れとはもちろん言わなかったんだけど、彼女から帰るっていうふうに言わないん で結局晩飯まで一緒に食ったんですよね。で夜中一緒にタニアでご飯食べて、でまあ俺は仕事があったんで F1 で、そこでさよならしたんですけども、ご飯、晩ご飯食べて、普通まあまあせいぜいね朝ご飯食べてバイバイとかだから、まあ、それに俺はちょっと、あ、この子ちょっと変わってるなっていうか、今時少ない女の子やなっていうので、ちょっと希少やなっていうことで、ちょっと僕は気に入って彼女をね、でそれから仲良くするようになったんですよ。でそれが3月の上旬じゃないですか。それで3月2日に1回ぐらいのペースで会ってたかな、最初前半。それでどん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 親密になっていって、でなんと3月の10日から15日ぐらいの間に、彼女がウボンラチャタニーの実家に帰ると、分かったって言ったら、あなたも来るって言ってきたわけ。それでいきなり動画でビデオコールで、実家のおばさんとか、あと娘がいたんです、彼女にはね。で娘がいて、そのゆりちゃんって娘と会話して、で、俺のことパパだよとか紹介し始めて、ええー、みたいな。それでなんか話の流れで、もう実家行くことになって、3月の18か19に、僕、ウボンラチャタニに行ったんですよ。行った時に、これ見てください、この T シャツ。19で大丈夫。これが日付です。3月19日に、モーラムの楽団が、そのウボンラチャタニにコンサートやります。それが1年に1回の楽しみですって、ムーミーの家族一同行きます。それでお揃い作った T シャツ、僕ももらって、思い出の T シャツです、これ。でこれ着て朝までみんなでモーラムで踊って、それが僕のまあ今から考えれば幸せ絶頂期。あと4時間つらいわ。ハオピンホンソンテンタイヘイケオ、ムーミーの実家から戻ってきた後にですね、なんとムーミーから実は私彼氏がいるっていう話が来た、そっから。でその彼氏っていうのがチェコの白人、そのチェコの彼と俺に会う直前に出会ってるんですよ。俺に会うわずか2週間ぐらい前に。それで2人で愛を育もうみたいな話になったらしいんですよ。で後から見たら実は Facebook もその彼と交際中っていうステータスになってたんですよ。まあ俺は最初それ分かんなかったんですよ、 Facebook 繋がってなかったから。でムーミーは Twitter のアカウントを作って、もう Twitter はもう 100% だから、要はもう
二股やね、いわゆる。そのチェコの彼とは Facebook でラブラブの関係を作ってて、で、Twitter は俺のアカウント取って、あ、俺専用の、もう俺とのラブラブ写真をずっとツイートして、みたいな。だからもう、Facebook の彼、Twitter の彼みたいな感じ。で、チェコの彼、日本人の彼みたいな。一番面白かったのが、後で気づいたんやけど、Facebook に、私は旦那が二人いますって投稿してたからね。一人は、色の白い大きい白人、みたいな。もう一人は、ちょっと歳の取った日本人、みたいな。で、その後ですね、俺が日本に帰ることになって、家族が来たんですよね、家族が。で、日本から戻ってきたら、ちょうどね、ソンクランの前日か、ソンクラン当日かな。だから4月の12か13に戻ってきたんですよ。2週間ぐらい僕日本行ってたんで。それで、日本に戻ってきた彼女が空港まで花束を持って迎え、ちょうどその花があるけど。花。この花を持って、迎えに来てくれたんですよ。ドンムアン空港まで。幸せやったね。4月13、14、15、3日間、ソンクラン一緒にやって、ラブラブな感じでずっと3日間一緒に水かけして遊んでたんです、ムーミーと。そしたらですね、チェコの彼が4月の16日からやってきました、タイに。それで、私パタヤにどうしても旅行に行かなあかん。もう彼と約束してるからっていう話になって。それで、ウボンラチャタニのムーミーの家族12人も招待されてる。だから家族もみんな楽しみにしてるから、もう今更断れへんってなって、だからそのチェコの彼頑張ったよね。だからチェコの彼も俺の存在知ったわけ、その時点でもう。俺の存在を知って、このままじゃいかん。それで焦って、そのパタヤ旅行を計画して、パタヤに家族一同呼び寄せて、パタヤで過ごしましょうっていう。で、でも彼女が行くときにね、俺が引き止めたんだけど、これは約束してるからどうしても行くけど、この旅行を最後に彼とは綺麗さっぱり別れて、あなたの元に戻ってくるから待っていてくださいって言われて行っちゃったんですよ、彼女。でもそこで1回目の涙の別れがあるわけです、そこでね。でも俺は戻ってくると思う、信じてたから。で、待ってたわけですよ。そしたら最初のうちはね、毎日ビデオコールも来るし、だから彼氏がちょっと席外してる時とかにね、それが最初の5日ぐらい、5日か6日ぐらい続いたかな。その後連絡がピタッて来なくなって、これあかんなと思ったら、Facebook にいきなり彼から婚約指輪送られて、婚約指輪揃いの、しかもネーム入りの、彼の名前とムーミーって書いた名前が交換してる絵が Facebook に乗っかって、みたいな。で、そっから連絡してももう電話も取ってくれへんようになって、それでもうそこで本格的にもう振られたなって悟るじゃないですか。Facebook も交際中のステータスだったのが、婚約しましたって変わったんですよ。その婚約指輪の写真とか。あと極めつけが、手首にお互いの名前をタトゥーしたんですよ。で、もうそこで俺はもう大泣きして、号泣して、で、F1 でもうすごい泥酔して、まあお客さんからいっぱい励まされてっていうのがあって、そこが初めての、まあ、振られですよね。4月のあれは、何しちゃったかな。4月の確かね、23とか、ムーミーが行って1週間後ぐらいですよ。パタヤに行ってから。で、4月の28日に、エド・シーランとワンオクロックのコンサートがバンコクであるってなって、で、チケットムーミーと一緒に取って、一緒にコンサート行く約束してて、それまでには戻ってくるって言ってたんです、彼女は。でも結局そのパベルがコンサートの話も知ってるから、そこまでは引き止めなあかんってことで、帰国日をずらして、タイにまだ残ることになってるんで、結局コンサートも俺は一緒に行くことも叶わずに、で、コンサート終わった後、4月30日にチェコに戻ったわけですよ。で、そっからまた傑作なんやけど、その4月30日に、彼がチェコに戻ったすぐ俺に連絡が来て、あなたの家行ってって言って、それでムービー来たから、ここに。もう俺もすごい葛藤したんやけど、彼女のことが好きやし、もうちょっとでもいたいな。で、彼女はもう7月にチェコに嫁ぐと、俺にその時にはっきり言ったんですよ。だからもう選ばれたのはもう向こうなんです。僕は振られてるんです、完全に。振られてるのが、彼女の言い分によるとね、彼と結婚するけど、彼とやっぱ最初に付き合う約束もしたし、彼と先約があった。あなたと出会う前に彼と出会ってるから。だから出会った順番だけ。あなたと先に出会ってたら多分あなたと結婚しちゃった。みたいなことを言うわけです。魔性の女やから。彼女が言うには7月までまだ2ヶ月あるやろと。その2ヶ月、私はタイにまだステイするから、その間一緒に過ごそうって言ってくる、ずるい女なんですよ。でも俺もやっぱりその時すごい悩んだけど、やっぱり好きな女の子に一緒にいようって言われて断れへんくて、で結局5月、6月、この2ヶ月を一緒に過ごそうってもう決めたんです。
で、その2ヶ月は僕だから Facebook とか Twitter にも彼女と一緒にいることあげなかったんです、全然。みんなすごいもうムーミンに振られてると思ってるから。F1 の女の子とかもすごい心配して、あなた絶対黒魔術に侵されてるから黒魔術のお祓い行こうって言ってお寺連れててお祓いしてくれたりとか、まあいろいろみんなも心配してくれたし、それなのに陰でこそこそムーミンと会ってるって、それあかんやんってなって、これ初めてかなこれ言うの。だから実はムーミンと会ってたんですよ俺。その5月、6月。7月4日に彼女がチェコに旅立ったんです、嫁ぐって言って。で、僕、スワナプーム空港までお見送りに行って、そこで涙のお別れ。ムーミンがエレベーターをピューって上がっていく。もうドラマのシーンみたいな、それを SNS でアップして。そこでまあ2回目の別れがあるわけですよ。ベッキーやな。ベッキーは多いです。で、そこでもう完全に終わったと思って、それで8月の3日にちょうど1ヶ月後ですよ。ムーミーが去ってから。もう連絡もほぼほぼ取ってない。もうそこから。連絡もなかったです、全然。で、僕トークライブやったんですよ。東京の高円寺のパンディットさんっていうトークライブのね、ライブハウスで。で、ムーミーの話だけ延々2時間以上喋ったんでね。で、そこで奇跡的な出来事が起こって、今話してるような内容を喋ってる時に突然ビデオコールが来て、もしもしって出たら、ムーミーからやったんですよ。そこにいるお客さんみんなそれ目撃してて、でもみんなが言ったのは仕込みでしょ絶対みたいなことですごい言われましたけど、これ本当に仕込みでもやらせでもなくて 100% 本当ノンフィクションで、もうムーミーが去って1ヶ月後にかかってきたタイミングがそのトークライブの最中みたいな。まあそれで俺もちょっと運命感じて、やっぱ俺ら赤い糸で結ばれてんねやなみたいな。そっから先ですね、まあ時々まあこうやって連絡が来るようになって、ムーミーから。まあ主にやっぱ彼女もホームシック、やっぱりいくら惚れた男と結婚するって言って行ってもやっぱチェコなんで、やっぱヨーロッパって全然気候も文化も食生活も全てが違うし、彼のことは好きなんだけどタイに帰りたい、タイに帰りたいっていうことを言い出して、それで決定的な出来事がね、9月の末に起こったんですよ。ムーミーの実のお母さんが亡くなられたんです、実は。で、その時に、まあ、当然ムーミーは帰ってくるわけですよ、タイにね。で、そこでチェコの彼は一緒に来てくれなかったんですよ。理由はね、自分のお母さんも具合が悪いからちょっとお母さんを掘ってはいけないっていうふうに確か記憶してますけど、でもやっぱり自分のムーミーの立場になった自分のお母さんが亡くなってんのに、そこに自分の旦那が一緒に来てくれないっていうのはやっぱすごい相当なショックやったし、タイ人はやっぱりすごい家族思いじゃないですか。ムーミーだけじゃなくて周りのね、おばさんだったり親戚一同も不信感を持つわけですよ。なんで旦那は一緒に来てくれんねん、お母さんが亡くなったのにってなって評判下がりますよね、家族間の。でしかも、まあ、当然葬式に来るのにお金もかかるわけじゃないですか、お葬式するのに。金銭的な援助もしてくれなかったらしいんですよ。で、空港に着くなり俺に電話がかかってきて、こうこうこうやってお母さんが亡くなって今帰ってきたと。でも経済的な支援もないし、ましてや一緒にも来てくれもしなかったと。助けてほしいっていう涙の電話が来たわけですよ、俺に。情にほだされるんですよ、俺はバカやから。すぐ俺振り込みました、ATM。ネットバンキングで。お金振り込んで、で、本当は葬式にも来てほしいって誘われたんですよ。で、もうやっぱそれはちょっとあかん。もう僕はその中で、そこの時点で割り切ってたんで、同じ鉄は踏まないっていうことを、やっぱりすごい自分にも言い聞かせてたし、だから SNS にもこうやって連絡来たけど、もう俺たちは別々の道を歩んでるから、俺は葬式には行かない。お金を振り込んだけどみたいな、多分そういう投稿をしてると思うんですよね。で、まあ実際そのつもりだったんですけど、ところがですよ、タイのねお葬式って長いんですよ。タイは1週間ぐらいお葬式あるんですよ。で、その時もね、5日はやってたかな。場所がタイの最南端、もうマレーシアとの国境です。サトーン県って言ってね、最寄りの空港ハジャイですよ。ハジャイ空港まで行って、そこから車で1時間半ぐらい行って、南の西、リペ島とかの近くです。で、結局、葬式が1週間続くわけだから、毎日毎日来てほしい、来てほしいって LINE が来て、だんだん俺も情にほだされて、5日目ぐらいに行っちゃったんですよね。で、そこで3ヶ月ぶりに再会して、
7月4日以来のね、一緒にいて、そばにいて慰めてあげることぐらいしかできない、まあ、あとはまあ経済的な援助ですよね。それでお葬式が全部滞りなくその里温泉で終わった後に、彼女と娘とあとおばさんがちょっとバンコクで一泊してから、ウボンラチャタニ、ウボンラチャタニでもやっぱりもともとウボンラチャタニ出身なんでね、お母さんも住み着いてマレーシアの国境なんでね、でそこにまあ生涯暮らしたらしいんで、最後の数十年は。もともと生まれ故郷はウボンラチャタニーなんで、まあ、ウボンラチャタニーでもお葬式をするということで、仮装した後遺骨を持ってウボンラチャタニー行きますよ。さすがに僕はウボンラチャタニーにはちょっと行けなかった、仕事の都合で。でもまあバンコクに泊まるということで、結局家族一同この家に泊まって、200ぐらいここにみんなで泊まって、彼女はウボンラチャタニーに帰っていったという。ウボンラチャタニーに戻った後にですね、結局彼女ずっとウボンラチャタニーにいたんだけど、もう一回ウボンラチャタニーに来てくれって俺誘われたのかな、10月にもう一回僕行ってるんですよ、ウボンラチャタニーに。ウボンラチャタニーで何日か一緒に実家に行って、あのムーミンがいろいろと連れてくれたんですよ。なんか滝とか国立公園とか、まあ、ウボンラチャタニーのいろんなお寺周りとかで、まあずっと俺を案内してくれて、それで俺は一回バンコクに戻ったんですけど、バンコクに戻って、ちょっと娘がオーストラリア行くんで、一回オーストラリア行ったんかな俺は。でオーストラリアの帰りに、あのエスダスがコンケーンで結婚式したんですよ。でそれに俺とムーミーがじゃあちょっと参加しようってなって、俺はオーストラリアからバンコク経由でコンケーンまで行ったんですよ。でコンケーンでムーミーと待ち合わせして、ムーミーはウボンラチャタニーからコンケーンやってきて、でコンケーンで合流してエスダスの結婚式に参加したわけですよ。でエスダスのその旦那の、もう離婚したね、この間話したあので、その旦那の実家行って結婚式して、で結婚式終わった後にムーミーと2人でバンコクに戻ってきて、そっからこの家でムーミーとの同棲が始まったわけですよ。で同棲が始まってほどなくしてから、なんと婚約をしまして、あの指輪の交換しました。それで婚約しましたってあの Facebook とか Twitter とか Instagram に全部アップして、新婚生活みたいなもんですよ。ムーミンはいろんな包丁とか炊飯器とか、なんかソムタムを作るこのなんか鉢みたいな、あのあれも買ってきて、でここでタイ料理ずっと作ってましたよ。そういう新婚生活が始まって、で日本にも行きたいってなって、富士山が見たい、紅葉が見たいって言って、で急遽11月にチケット取って11月に日本にも行きました。で一緒に富士山を見て、紅葉を見て、結婚写真撮りましたから、日本で。2月1日、ムーミーの誕生日に結婚する話まで決まりました。で、もう順風満帆かと思いきや、12月のね、上旬、なんと結局彼女はもうチェコとのやり取りは一切しないって俺と約束してたんだけど、裏でこそこそやり取りしてたんですよ。Facebook のダミーのアカウントまで作って、俺に分かんないように俺をブロックして、で Facebook でメッセージでやり取りして、でなんか2人はすごいラブラブの会話をして、でそれをなんかわざわざ見つけた人が俺に知らせてくれて、しかも中国人の人なんですけど、それでそれで俺は知って、もう別れなあかんなっていうことで、もう僕は心を鬼にして、12月の9日やったかな、12月の9か10に別れてるはずです。それで彼女をこの家にいたんだけど、もうお前別れるから田舎帰れっていうことで、ウボンラチャタニーまで返して、でそっから先はもう僕は全部あのブロックして、 SNS も LINE も彼女とはもう縁を切って、でも風の噂によると、その後彼女はそのチェコの男ともう一回よりを戻して結婚したらしいです。結婚式の写真も Facebook に載ってたらしいです、まあ、ざっとこう流れを言うとそんな感じの話です。キモはね、4月に1回振られて、で7月4日に彼女はチェコに行くのでもう1回別れて振られて、で12月にだから3回別れてるんですよ。それでも彼女のことが好きやったっていうね。やっぱ彼女はね、あの面白い子でしたよね。すごくノリも良かったし、他の子とちょっと違った。やっぱりさっきも言ったけど、やっぱり普通の女の子ってなかなかこうコミュニケーション難しかったり、あんまり深くこうつながることが難しいんだけど、彼女はものすごい喋るんですよ、自分の話を。こっちもやっぱり感情移入しやすいじゃないですか。
普通やっぱりその夜の店で知り合ったりするとやっぱりどうしてもお金だけの関係になるからドライなつながりになるんですよね。もう彼女の場合いきなりもうさっきも最初に言いましたけど初めて来た日にこっちは帰れって言うまで帰らない、ずっといるし、でその間もずっと身の上話とかをしてくるし、でそれがまあ面白い、ね、話もね、基本的になんていうのかな、人懐っこいっていうかフレンドリーだし、で、まあ、英語も堪能なんで英語でコミュニケーションもできるし、だから意思の疎通がお互いうまくいったっていうことが一つと、そのまあすごく他の子と違ってそのドライではなかった、だから入り込んでくるグッと、だから俺も入り込んでいったし、こうだからお互いの関係が短期間でグッと深くまで、まあ、物理的にも精神的にもね過ごす時間も長くなったし、どん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 なんかお互い入っていったっていう、そういうような感じですかね。ということで、まあ、ちょっとムーミーの話ね、延々とトークライブで俺2時間話したから、去年の8月にだから話すこといっぱいあるんですよ。とりあえず今日は1回締めますね。ムーミーの話聞いていただきありがとうございます。もしムーミーの話楽しんでいただけた方はチャンネル登録および高評価よろしくお願いします。あと概要欄とか最後のエンディングで俺の SNS リンク貼ってるんで、ぜひフォローしてください、よろしくお願いします。ということで、いってらっしゃい。ムーミー話まだまだあんで